思いやりのあるすごい心温まる歌詞になっていて、あのダンスもこうやってなんか人を包め込むようなダンスになっているので、そこにも注目して聴いてください。そして続けて聴いていただくのはマジックマジックです。この曲はジャンピンの中ではちょっと珍しいしっとりとした曲で、今日はまだ誰が歌うか披露していないので、そこも楽しみにしていてください。それでは最初はスーパーヒーローです。せーの、スーパーヒーロー。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は金沢スイーツフェアに行ってるんですけど、皆さんもお昼ご飯は食べられましたか？あ、食べてない人が多いのかな、わかんないけど、まあ、スイーツは食べましたか皆さん？はい。これはね、この会場に来てるからにはスイーツは食べないといけないですよね。はい、私たちも昼ご飯が食べてちょっと時間があったので、お店を回って自分たちの食べたいものを買ってきたんですけど、はい、それがね、まだ食べれてないからねもう待ち遠すぎてね、それを楽しみに今日は頑張っていますよ ね、 ね、 ね、みんなで会場回ったんですけど、やっぱり秋のスイーツが多くて、私は季節のフルーツがたくさん乗ったタルトにしたんですけど、美味しそう。やっぱり秋といえばフルーツとかぼちゃ。かぼちゃですね。さすが、好きなの、好きなかぼちゃも買いましたね。あと食べ物の他にもね、リンカ、ケーキ全部がハロウィンらしい飾り付けや可愛い飾り付けがたくさんあったので、とても可愛いなと思いました。そういうとこメイクだね、可愛い。あと、あちらにあのインスタ映えを狙える、狙えますね、写真スポットとかもあって、さっきみんなに撮ってきたんですけど、立体にスイッチのパネルを持ったり、そうそう、なんか立体になるんですよね。それはね、何も言わんと撮ってから皆さんに驚いてもらいましょう。はい、ね、リンカが言ったみたいに、そうやって可愛いスイーツがあったら、それこそインスタ映えにもなるし、ぜひ皆さんもスイーツを買ったら写真を撮ってみてください。はい、はい、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は人生を RPG に例えて歌ったワクワクエスト Go for it です。ヒーナの好きな、この曲のヒーナが好きな振り付けは、頑張りすぎず頑張ってサビにあるんですが、その時の手を上げるところが好きです。もしよかったら皆さんも頑張りすぎず頑張って踊ってみてください。踊ってください。お願いします。ヒーナからのお願いです。お願いします。ぜひそこも注目して、はい、見てください。ワクワクエスト Go for it。No
な曲なので曲です、うん、はい、で続いて聴いていただく曲はジャンピングの中でも一番盛り上がる曲「スイーツワンダホー」です。一番盛り上がる曲なので皆さん手拍子や声かけをしてくれると嬉しいです。はい、そうですね、今ルルカが言ったようにスイーツワンっつったら皆さんでゴーってする場所があったり、ジャンピングのララパノラマでもノー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 ってやったり、皆さんとたくさん盛り上がれる場所があるのでぜひやってみてください。はい、はい、皆さん、じゃあ今から少しだけ練習したいと思います。私たちがゴーゴーゴーって言うので皆さんゴーと言ってくれたら嬉しいです。ジャンピーならパノラマですか。はい、そうです。ジャンピーならパノラマ。じゃあ4期前に出てもらってもいいですか。皆さんはこの前に出てる4人の真似をしてほしいです。準備はいいですか。両手じゃなかった。片手をグーにして。両手でもいいんですよ、皆さん。まだ見ぬ世界へゴー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 。すごい、皆さんやってくださってありがとうございます。後ろの方もお願いします。見えてますよ。はいはい、はい、まだ見ぬ世界へゴー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 。いい感じじゃないですか。上がれそうですね、これは。もっともっと盛り上がってほしいですね。はいはい、それではいきますよ。はい、ジャンピングララパナナ。I'm not afraid to die.
元気応援隊、せーの。